まで。ゼロ。くそ。体が動かない。気絶してしまいましたか。しかし、なんということだ。私の前に、再びキューブペンダントを持つ男が現れると、あべべべべべ。それから5年の歳月が流れた。おはようボーイ、今日も修行は絶好調ですか。ちょっと音量落としたくなってきたな。これ今から開ける。ナイス。これぐらいがかな。あ、ちょっと小さすぎるわ。親切設計。さて、いざ行かん。おはようございます、師匠。今日も元気なおはよう、かなり OK です。そう、今日はボーイに渡すものがあります。あります。これはキューブペンダント、ルービックキューブ的な。本当ですか、ありがとうございます。私の持ってる力はこの5年で全て優に授けました。弟を思う情熱の賜物です。さあ、最後の仕上げです。ミュージックファイターを召喚する宮殿へ行きましょう。この宮殿、最初気づかなかったけど、なんか案外現代的っていうか現代アートの美術館みたいな感じだな。上のアンテナも気になるし。宮殿へゴー。そうだな、どんなファイターにしようかな。ニコニコ動画を中心に考えてるから、ニコニコ動画的な音楽もいいと思うけどな。それはあんまわけのわかんないの作ってる場合でもないしな。さあ、誰か行こうかな。恥ずかしいな、こうやって見せるの。今考えたら、どうしようかな。やべえ、何も考え、あ、ラップビトいいね。ラップビトにしよう。ラップビトの CD 入れてたんですよ。じゃあ、空想ルームはラップで。これ一瞬流れるからテンション上がるんだけどね。ここに流れる。あー、かっこいいな、ずっと聴いていたい。さて、ま、お別れだ。あと今から入るってところ終わっちゃったな。あー、あんまり強くない、畜生。そう、これでね、まあいろいろ出るんだけど、この数値がね、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、説明してくれるか。ファイターにまつわる重要な4つのことについて簡単に説明しよう。まあ、これ HP がね、114はちょっと使えないね。うん、さすがに。まあ、序盤のステージだったらいけるかもしれないけど。まあ、でも、こういうのを使っていくっていうのもありだな。この曲が聴きたいから行くっていうのはありだな。ちょっと待って、これメモっとかないとわかんなくなるよ、明らかに。最初に空想ルンバ。ルンバでソルジャーだ。ソルジャー114って言う。名前つけれたらいいんだけどね。よし。そうそう、3段階成長するの。ブロンズからだったら、ブロンズのシルバー、ゴールド、プレミアムっていう成長するの。総合評価 D。このファイターのことじゃない。D から A、そして最高評価 S、5段階。プラチナランクでも C 評価というファイターが生まれることがある。要するにまあ、プラチナの S が一番いいのは間違いないんだけど、伸びしろが全くないってことだな。プラチナは、どっちにしろと。伸びしろがあるかないかっていう判断だからね。まあでも最初から即戦力になるのは間違いないんだけど、
そればっか使ってるわけにもいかないし、モンクは反撃できたり、ナイトは貫通攻撃ができる攻撃に特性を持つ、うん、覚えるスキルは職業によって変わるので、いろいろなファイターを育てよう。次で最後だ。ファイターの出撃数についてだ。そうそうそう、この出撃数もなかなかネックなんだよね。うん、そう、出撃したらマイナスされると。それで結構出撃数を増やすアイテムがかなり高い。まあだからレアアイテムっていうか、まあ言ったら、エリクサーみたいな感じだな。ファイファンで言うと。これはもう 作れば作るほどいいからね、得するからね。じゃあ最初こうもうちょっと方針で行ってみよう。さてじゃあ恥ずかしいところから行こう後で、じゃあ今大流行りのここら辺で行ってみよう。軽音で、軽音で何が生まれた？アーチャーが出た。うわ、89よ。これはきついな。メモっとこ。アーチャー。うわ。総合評価 C か。あ、でもまあまあ攻撃力はあるな。まあとりあえず全員受け、全員受け。あとでなんか iPod で、このゲームをしてない時に聴いた音楽。あ、ちなみにね、これ 80GB の iPod なんだけど、俺のライブラリーは300GB 突破してるから、本当に一部しか入ってないんだけどね。どうしようかなぁ。ニコニコ的なやつで行きたいけど。ちょっと待って。ニコニコっつったら何なんだろう。その場合に考えときゃよかったな。あ、そうだ、アイマスがあったな。アイマスはアルバムからいった方がいいや。で、マイマスも案外全部動画にしてあるっていうパターンがあるかな。ちょっと待てよ。アイか。これ探すの難しいな。ほんと、もうちょっとね、検索とかつけてくれたらいいんだけどね。あった、ジアイドルマスターアーティスト。隣にしか入ってねえ。そう、まあランダムとかいろんなプレイリスト、スマートプレイリストを活用して選んでるからな。しかもこれアーティストの名前が出てこないからわかんねえよ、誰のか。あ、俺確かこの曲好きだった。あれだよな、二目あみまみだよな。あ、そうだ、流れるかな、このアクロバティックの曲。ちょっと一瞬聴いてほしいんだよ。あ、これ結構前奏長いかな。次の小節入ると思う。面白い。あ、これピント合ってないのに今気づいた。若干合ってないな。まあそんな感じで。これ面白い曲作るよな。まさかこんなのアイマスで聴けるとは思わなかったわ。